静岡県に土砂災害警戒情報が発表されました。発表された詳しい地点確認していきます。静岡県の裾野市に土砂災害警戒情報が発表されました。降り続く大雨のため土砂災害警戒区域などでは命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況だということです。裾野市に土砂災害警戒情報が発表されました。土砂災害危険度マップでも確認していきましょう。こちら警戒レベル4に相当します危険エリア紫色に塗られております。裾野市などで土砂災害の危険性が高まっていることがわかります。ここからは現在の雨の降り方をいただいている天気報告で確認していきます。こちらですが静岡県内広く5レベルの一番強い雨の降り方を示す報告をいただいております。5レベルの雨報告まとまって届いております。雨雲レーダー重ねていきましても活発な雨雲がかかっていることがわかります。この後の雨雲の動きはアプリレーダーから確認することができます。こちらアプリの雨雲レーダーです。静岡県ですが活発な雨雲がかかっておりました。下のバー右にスライドしていきますとこの後の予想を確認することができます。この後だんだんと活発な雨雲は北上していくということですが、数時間こういった強い雨の降り方続いていきそうです。最新の気象情報アプリからご確認ください。